それはネパールの方ではちゃんとしたデータがないからなんですね。でも女性の死因の、一番の理由は何かというところから少し見えてくるんですけれども、1998年の統計では女性の死因の自殺が 10% だったんですね。それが2008年になると 16% に増えているんですね。ですからその自殺の総数は出てこないんですけれども、そういう数字からも女性たちの社会の中で置かれている状況が、まあ、社会が開かれていくにつれて、その先ほどもインドのカスト制度の話がありましたけれども、その身分による差が実際の社会にすごくこう浮き彫りに出ていて、昔だったら同じ民族同士で結婚できたのが、学校や仕事に行くといろんな人と出会う機会があって、でも社会がそれを認めないことによる自殺とかっていうのが増えているんですね。もう一つはその持参金、結婚の時には少ないからといっていじめられて自殺する人もいるというふうにされています。私はその今までもそのなかったわけではなくて、少なかったものが最近情報が増えることによってより一層こう浮き彫りに出てきた状況じゃないかなと思っています。さあ、ここで視聴者の皆様からいただきました、うん。